渋谷駅のすぐ近くにあるこちらのお店、昭和25年の創業で、クジラを頭から尻尾まで丸ごと一頭使うクジラ料理の専門店です。高級感あふれる和風の店内は、1階がテーブル席、個室風に仕切られた空間で落ち着いて食事ができます。2階はお座敷、天井が高く開放的な大広間は、むき出しの梁にも歴史を感じます。個室は離れのような作りで、一味違った雰囲気です。メニューにはクジラ料理がずらり、刺身や鍋料理などを盛り込んだコース料理のほか、下の部分をスライスしたさえずりやスモークなどの珍味も10種類以上扱っています。今日はハリハリ鍋セットを注文してみました。こちらがお刺身です。白いのはクジラの皮です。ぜひ赤身と皮を重ねて一緒に生姜汁で召し上がってください。こちらが唐揚げです。唐揚げは下味がついてます。レモンだけ絞って召し上がってください。こちらがハリハリ鍋です。こちらの白いのはクジラの皮です。こちらがさえずりです。クジラの下です。皮とさえずりからお鍋の中に入れてください。あと水菜を半分ほどお入れして、人参、椎茸、お豆腐はこちらでお入れします。お肉は片栗粉をつけて1回湯通ししてあります。ですから温める程度で召し上がっていただけます。肉に厚さがありますので、1分ほどお鍋の中に入れて召し上がってください。ハリハリ鍋はカツオ昆布だしが効いていて、さっぱりとした味わい、1年を通して人気なんだそうです。雰囲気のいい店内で珍しいクジラ料理、宴会などにもおすすめです。